本舞踊の名取と師範による舞の調べは10月22日、宇部市島2丁目の松岩園で開かれ、200人が華やかな日本舞踊の美の世界に酔いしれました。宇部発展の礎を築いた渡辺助作のひ孫の渡辺博さんの夫人で、花柳流師範の絹代さんが日本舞踊を身近に感じてもらおうと開きました。昨年に続けて2度目。ともきぬさん、花柳貫通寺さん、花柳都筑雄さん、花柳ともしずさん、花柳都仙寺さん、花柳飛遊儀さんが出演。長唄、鶴の寿、民謡、長州音頭、羽唄、茄子とかぼちゃなど計9曲を舞いました。ともきぬさんの孫の渡辺ゆかなさんとしおりさんも昨年に続いて舞台に立ちました。ともきぬさんは名取か師範の方なら流派を問わずに歓迎する、来年はいくつもの別の流派の舞もお見せできればと話しました。